方がいいと思います。本当すごい、本当にすごい。結構ね、本当に。わあ、気持ちいい。私ね、YouTuber なんで、これは結構おじさん並みに男性疲労に効果を感じるかもしれない。位置全然違う。はい。恥ずかしいっていうぐらい。わかります？ここが。はい、皆さんこんにちは、ラケチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。実はですね、この間インプレッションで車のね、岩井さんありがとうございました。ありがとうございました。ラジエーターを取って、インプレッションしていただきまして、はい、でその同じタイミングで、実はセブンって健康商品ね、今井さんも健康商品長いこと使っていただいて、はい、これね、うん、でうちその健康商品で健康美っていう商品があって、はい、でね、今井さんもさっきコロコロ何ですかってちょっと気になってたんで、気になってました。これちょっと話題ですね。話題、あ、本当ですか。レース界で、レース界で、レース界でっていうか、むしろレース界のほとり で、うん、で車の販売店の受付の方とか、はい、はい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 、いっぱい買っていただいてます、ね、僕らディーラーさんにイベント行くので、うん、多分まあディーラーさんの仕事やられて、はい、そうすると、うん、それこそ本当レセプションの方とかで、はい、女性の方があれ何なんですかって言ってやると、うん、皆さん結構さっき の、うん、今日やっていただいたラジエーターの体感より、はい、もしかしたらいいと思います。いや本当ですか、はい、で私も相当持ってますよ、美容系めちゃくちゃありますよ、家にちょっと人だりさん気づけるみたいなのがありますありますまあね、女性はね、もうそれは美容はね大事ですからね、コロコロするやつもあるし、はい、ビーってやつもあるし、はいはい、ほぼほぼもう人気慣れた一通り持って、はい、しかも結構キャリアも長いです。ああそうそう、じゃあちょっと今自信がなくなってきたんですけどまあでもそれでもね、もう自信持ってこれ変わるのでぜひ。で今日、はい、うちのスタッフで、うん、もうクリアを長年ですね、お客様にやっていただいてるサンマネージャーの阿部さんが、はい、阿部、はい、です、よろしくお願いします。はい、で阿部さんに今日ちょっとやってもらいますので、はい、どうぞ本当にじゃあいつも通りちょっとやってみてください、はいはい。でこれがクリアになります。この専用の紙とこちらで、あとはこうさやらせていただくだけです。はい、そうです。事前にちょっと顔をですね、はい、チェックしていただいて、はい、いつもの通り疲れた顔をしております。はい。で、どうですか？はい。でそれでどっち側がいいですか？右側、こっち左でいいですかね？そうですね。気になるほどいいですよ。気になる方右側です。右側の方がほうれい線も深いし、はい、そうなんか、ね、いつも、ね、右側気になる、多分表情筋ですよね、はい、はい、ごめんなさい、こういう感じですね。へー、髪の上から、はい、もちろんこれだけでも効果あるんですけど、セブなので、うん、なんですけど、この髪にもセブの効果があるそうなんですよ。え、この髪も、髪じゃないの？そうなんです、はい、髪もセブンになってて、そのフリアの棒と髪でセットでより相乗効果が出るようになってるので、で今やっていただいて分かると思うんですけど、そんなに強いというよりは本当に、うん、コロ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 みたいな滑らせてるみたいな、はい、これは今ね、阿部さんがやっていただいてるんで、結構、うん、まあ、柔らかめにやってるんです。ご自身でやるときは痛い気持ちいいぐらいでいいんでね、はい。あ、もうちょっと力入れちゃっていいんですけど。はい。あんまりこう、ブチブチやると、やっぱり皮膚、摩擦で肌荒れも起こしてしまうので、こちらも本当こう、押さえてあげるだけでもいいです。大丈夫なので。はい。なので、本当にこう、美容の方が言われるのが、すごく、摩擦がなくていいねって。そう、確かにちょっとね、摩擦と肌の関係性って難しいんですよね。難しいです。今洗顔とかでも本当泡でってよく言うじゃないですか。そう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 、はい、女性にしか分からないね。力が入っちゃうんですよ、はい、なんか効果がある気がして、ね、本当肌も健康にしてあげるっていう、うちは健康製品の会社、はい、健康にして綺麗にした、健康美、健康美なんですね、はい。コンタクト入れられてます？入ってないです、ね、はい、あ、目の周りも、じゃあ目の周りも少し、はい、あ、はい、目つぶっていただいて、目閉じて、うん、あ、
結構キワキワまで、はい、大丈夫です。うわ気持ちいい。まあ、女性の方ですとなんかこう変化って肌の毎日、うんうん、肌の目に見られてるので分かるんですけど、うん、男性だと結構なんか肌っていうよりは眼精疲労が分かっていただけますね。あ目の疲れ。そう、私も YouTuber なんでこれは結構おじさん並みに眼精疲労に効果を感じるかもしれない。YouTuber ってモータージャーナリストですからね。今やもうすでにもう YouTuber になっちゃってる。今井先生ってことです。でも車のことをいろいろお伝えするので、はい、あのやっぱり動画って一番使いやすいですよね。車と動画はすごく相性がいいです、ね、そうですよね、うん、やっぱり音とかそうそう雰囲気っていうのはどうしてもね紙だと伝えられない部分もあるから。そうですよね。やっぱね車ってしかも止まってるだけじゃなくて走って完成品なので、うん、やっぱり、ね、動画で走っている姿を見せできるのはすごく大きいなと思います。いつも楽しみです。本当は阿部さんあれですよね、お風呂とかでやるときは頭皮やっていただいてもね、はいはい、へその時は髪なしで大丈夫、はい、もうこのまま、はい、顔もどうしても皆さんお顔出てるところしかケアされないんですけど、まあ、頭皮も全部つながってますんで、そこもあのクリアでゴシゴシやるとね、よりまた、ね、すっきりします、はい、へで髪を使った方がよりなんかこうクイックに、ね、早いですよね、髪の型が、はい、表情筋という筋肉をこう緩めたらいいかな、うん、はい、うちは実はメディケアってエステを2店舗経営してるんですよ、はい、ね、おっしゃってましたよね、はい、そこのエステ部門がこういうあのセブの棒を使ってあの体の、まあ、筋肉をほぐしたりしてるので、まあ、そこから実はこういうフェイシャル用で、はい、来てます、ね、気になりますよね、やっぱりね。はい。あとは触っていただくと筋肉の柔らかさですよね。位置全然違う、はい、恥ずかしいっていうぐらい分かります。ここが全然違う。だ僕が言っちゃあれなんですけど申し訳ないですよ。あとねほうれい線もこっちの方が下までありますよね。ここで止まってる、わかります？わかります。あとね、明らかに眉が上がりました。あ、ね、眉毛が上がった、ね、だから目がってことですね。そうそう、ね、はい、なんかね開いてます。もう何伝えたらいいの。もう瞬きの感じが開いてます。もうさっきよりもそう明らかにまつげがグッて内側から持ち上がった感じがしてて、すごい。ちょっとすごくないですか。ちょっとすごい、本当にすごい。結構ね、本当にね、いろんなところでイベントやるとびっくりして踊るね。そうですね、お客さんに喜んでもらえるんで。自分の顔じゃないっていう人が、うん、あ、ほらこれ分かります？頬の位置も違いますよね、うん、なるほどだ。ここ全然こことここになって上がりが違いますね。本当に確かに。そうで、やっぱり皆さん目がすごく開きやすいとかね、いろんなこう、はい、見た目よりも多分自分のまぶたの感じがちょっとこっちだけバチってなってる感じしますもん、うんうんうん、開いてる、目が開いてる感じがする。こっち側から見てるとね、あのね、うん、分かりやすく言うと疲れてないです。本当そうなんですよね。すね、すごいですね。もともとは右の方が気になってたんですよね。気になってました、うん、今だって多分右の方が上がってる。あと多分ね、肌感もね多分いい、綺麗というか、もともとお綺麗なんですけど、はい、ちょっとこれすごくないですか。これ本当に 今3分ぐらいかな、はい、でも本当ね1日1、2分でもいいし、はい、これあのお風呂の時はあのお風呂に持ってって例えば体中全部できるんで、はい、
肩痛い人は肩とか指当てもらったりとか。これはすごい。その後の化粧水の吸い込みが違います。まあ、はい、楽しい。あ、それはもう浴びたくないだよね、もう体感で、はいはい、じゃあ基本的にはお風呂上がりに何もつけないでやって、はい、あ、お風呂入ってる時にやっていただいてもいいですし、うん、はい、あのお風呂の時はこれだけで、だけで、はい、うん、こうお風呂入ってると暇なので、うん、なんだこうやってやって、うん、はい、出てた時にいつも通りのケアをしてもらって、はい、そうするともうあの化粧水だったりとかも本当染み込み方が全然違います。で、はい、撮影前には髪つかりでメイクの上から、はい、メイクの上からできます。皆さんも、ね、あの動画視聴しましょう、はい、見てる方はあやってきたかっていうそうですよ、ちょっと、はい、もう本当こう例えばここからこういう風にやっちゃいけないっていうのは全くうちのものはないのでお好きなように、はい、あと皆さんあの車の渋滞中ってちょっと疲れるじゃないですか。渋滞中、はい、暇だし暇ですよ、うん、その時に結構男性の方はこれをシャキーンと、はい、で目とか、はい、肩とかやられる方がいらっしゃいます。多分今井さんとかだと撮影が多いじゃないですか、うん、そのご自身の YouTube 以外でも、うん、あのまあ、なんかいろいろと司会で上がられたりとかね、進行いろいろあると思うんですけど、メイクをしててもこの髪の上でできるんで、本当に直前に撮ってやっていただくだけですごいいいです、はい、この前も某タイヤメーカーさんの新商品動画に出させていただいたんですけど、はいはい、うん、まあ寒い中で、うんうん、一日中ロケなんですよね、うんうんうん、やっぱり朝の、うん、さあ今日はご紹介したいと思いますっていうオープニングと、うん、さあ今日は乗らせていただきましたっていうエンディングの顔が全然違うっていう、うん、めちゃめちゃ疲れてるっていうのがすごいあったので、はいはい、もうやっぱりね、こうね、女子としては朝も夜も同じコンディションで、はい、お綺麗ですねって言われたいじゃないですか。そうですよ、ね、しかもこう人に見える仕事やられてますからね、やっぱり。美容に対して厳しいご意見をいただくこともあるので。そうなんですね、うん、この子と一緒にちょっと頑張っていきたいと思います。もう頑張ってください。はい、うちでやっぱりだから、もともとは健康商品で42年前にスタートして、うん、次が美容なんですよね。実は車の商品が最後なんです。そうなんですね、はい、そうなんですよ。本当になので健康美容から来てる会社なので、そういう意味ではあの全部の根幹のね、ところが嬉しそう。はい、めちゃめちゃ気持ちいい。かといってそんなにこう、なんていうんですかね、いっぱいの人にわーって買ってほしいというわけじゃないので、うん、もうネットで販売とかもしてないですし、本当にお店に来た方だけ買ってくださいねっていう感じなので。そうなんだ、うん、まあ、ある意味商品に自信があるからこそ、はい、もう実際のお店でだけでやらせてもらってます。すごいですね、すごい商売ですね。そうなんです。商売系がないといえば商売系ないですよ、全然。すごい。はい。なんだろう、なんでこんな気持ちいいんだろう。別にね、力全然入れてないのに。はい、めっちゃ合いそう、うん、しかもこれデザインもいいですね。あの本当男性が持ってても全然おかしくない、うん、そうですね、胸ポケットにちょっと入れとけるみたいだね、はいはい、結構男性のお客さんもいらっしゃるよね、こう、はい、持ってお持ちの方ね。はい、ね、はい、短くなってるね、本当だ。そうですよ。これでまたですね、うん、今井さんのまた動画撮影が本当だ、はかどるかもしれない。はかどりますよ。わー、ありがとうございます。ここ本当ご自身で軽くやっていって、あの肩が痛いときは肩軽くマッサージしていただいてもできますし、洋服ないからでもいいですか。大丈夫、全然大丈夫です、はい、効果は変わらない、はい、なんでどうしてこれとこれはどう違うんですか。こっちは持ち手で、はい、そうです。握りやすい、うん、あ、グリップのためにってことですね。永久にやってしまう、はい、いや本当にでもあの僕らもイベント会場行くと最初手の甲でやらせていただくんですよ、はい、やっぱりいきなり今マスクもされてるん で、うん、女性の方にちょっとマスク取ってくださいっていうのはなかなか難しいので、手の甲でやるとまずそれでびっくりして、触るとそれでびっくりしていただきますし、
触ってもらう。そう、触り比べてね。違う、見るからに違うもん、ね、ちょっと、なんかやっぱりあれですね、あの車の商品の時の驚きもすごく、はいはい、楽しかったんですけど、あの自分の、そのなんかなんていうかな、その集中力が違うというか、そのやっぱりね、直接的に関わることなんでね、あのいつまで経ってもやっぱりね、女子は美容が好きです。そうですよね、なんか僕らは結構これあのね、百貨店とかで、はい、あのイベントやらせていただいてね、あのお客様に、そうですね、東急さんとかでよくやってて、はい、うーん、ね、何にもつけてないのにね、化粧品とかね、つけて白くなるのはね、はい、あの化粧水とかつけて白くなるのは分かるんですけど、先にこれやってから撮影してもよかったかもしれないね、今考えればね、でももうちょっと顔のインパクトがすごいあった、はい、ちょっとでも本当にあのすっきりされましたね、うん、そのやっぱり疲れてるって言ったらちょっと今分かりました。インプレッションの前にやってもらえばよかったですいやいやいや、ありがとうございます。本当にうわすごい、本当に、はい、もうありがとうございます。これだから本当にあのぜひあの、はい、動画撮影の前とかいろんな時にささっと使っていただいて、はい、あの紙があればあの誰かね、あのお仲間の方、例えば、ね、一緒に出る方とかにも簡単にやって、ね、うん、うちの事務所の女の子たち、そうそうそう、ぜひぜひやってみていただければと思いますので、はい、はい、すみません、貴重な経験を、とんでもないです、とんでもないです。もうまたね、ナノフリアの体感までしていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということで、はい、あのちょっと特殊なあの車のパーツでもなく健康商品でもなく、今回は、ナノフリアを、はい、体感させていただきました。最後に感想をお願いします。これね、買った方がいいと思います本当ですね、うん、女性の方はね、もう本当みんな体感してほしい。これ多分これ動画で最初と比べると、その今の映ってる感じも多分ね、うん、もう変わられてると思いますんで、はい、ビフォーアフター恥ずかしいですけれども、本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、今ゆきさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。